何って？だって奇想体が解決できなかったら母さんの出番が来るかもしれないじゃないか。おばさんが働くことになるの、そんなに好きですか？いやいや。全然好きじゃないよ。だって忙しければそれだけ僕に使ってくれる時間が減るからね。でも母さんは警察の仕事を愛している。それは認めないとね。忙しければそれだけ生き生きしていた人だから。だからさ、もっともっと忙しくなればいいと思うんだよ。あまりおかしなことは考えない方がいいですよ。僕が何を考えたところで世間に変わりはないさ。呆れた人。こんばんは。時間通りだね。え、あたし？うん、ぐっすり寝たら復活したさ。ただ今日の夜はなかなか寝つけないだろうし、明日が辛そうだけどね。それは行ってみてのお楽しみ。それも行ってみてのお楽しみ。じゃ、早速行きましょう。ですからね、この町は。こんなことならやっぱ変わってもらえばよかった。あ、どうしたんですか？
んで死にそうなの？ロッチから携帯に電話があったんだよ。で、私の方から店長に連絡したの。政治家みたいでしょ？ここに来るの、私は初めてですね。キキって有名なんですよ。小木さんのバイト先がキキだったなんて。お菓子作りの場合はパティシエですね。はい、お待たせ。おお、評判のケーキ、一体どんなものでしょう。私は店員だから。それにこれ代金もらってるし。じゃ、チカ子ちゃんからどうぞ。え、いいんですか？一番の功労者だしね。京介くんはついでだし。いいですか？美味しそうですよね、どれも。どれもこれもそこらのやつとは一味違うから。じゃあ私はモンブランをいただきますね。はいはい。選んでいいよ。京介ちゃんは甘み控えめの方が好き？じゃあタルトおすすめかな、私としては。いただきます。甘み控えめでしょ？多様なニーズにお応えするってやつだね。おいしいです。うひゃひゃ、ほっぺが痛い。営業妨害もんだね。食べ終わってしまいました。本当に美味しかったです。ありがとう。これだけ美味しかったら本当に雑誌とかテレビで紹介されそうですよね。もしあったとしても店長断るんじゃないかな。だってそんなに用意できないし。地元の人間としては隠れた名店の方がいいですね。
京介ちゃん、痩せ我慢？いや、苦いの我慢して、俺はかっこいいぜ、みたいな。すごいね。もぎさん、やっぱり将来はケーキ屋さんとかになるんですか？うん、そのつもり。少なくとも選択肢の一つではあるかな。他の選択肢はあんこ職人とか？何それ。だってカズハちゃんあんこ好きだし。それ言ったら私山菜とかも好きだよ。おばさんみたいだけど。いろいろあって悩むね。悩まない悩まない。あ、うん、明日には退院だって。早すぎますよね。そんなひどい怪我だったの？私にはそんな感じがしたんですけど。本当に明日なんですか？うん。お医者さんもびっくり団の一員になっていたよ。よかったね、マジで。そのくらいで済んで。本当によかったですよね。ごちそうさまです。うん、じゃあまた明日ね。もう誰もいないみたい。うちの前普段通りに戻っていたから。お兄ちゃん。ねえ、まだ？もうちょっと待ってよ。地図的には間違ってないはずだからさ。暑い。疲れた。でも山の中に入ったら少し空気がひんやりしてよね。坂が低い。足が棒チック。もしかして遭難しないよね？たとえ道を間違えているとしても、そこまで深い山じゃないから。じゃあ山っぱとか。いきなり漫画みたいになった。
ちはやっぱり下流だからね。うん、だから綺麗なんだと思う。じゃあ泳ぐ泳ぐ。ああ、京介、覗いちゃダメだよ。バレないようにね。それじゃあ僕らも着替えよ。男子よりはやっぱり時間がかかるんだろうね。すごいね。来た甲斐があったかな。泳ぐ前なのにもうお腹が空いてるよ。やめなさいってそういうこと言うのは。はい。じゃあまずは準備運動だね。マジで？一応やっておいた方がいいよ。水多分冷たいだろうし。しゃあないか。プールと違っていろいろ危ないことがあるかもしれないから、みんな気をつけてね。だってもう学校のプールでも泳いだことあるし。